サテイラロは、このような考え方は全く聞いたこともありませんでした。マクロビオティックの高糖類、低タンパク、低脂肪の栄養のない食事が原因で、体が抵抗力を失って、癌が広がり始めたに違いないと考えたのです。怯えたサテイラロは、主治医のシェルトンに診察と検査を依頼しました。その結果、 前より病状が進行しているというような兆候は認めず少なくとも食事療法が原因で病状が悪化しているということはなさそうだという結論でしたサティラロはワックスマンの言ったこの症状は体の掃除のようなものだという説を全く信じていませんでした風邪のような症状は1週間くらいで徐々に消えていきました 風邪症状が消えるとサティラロは気分が良くなり以前よりか体力がついたような気がしましたなぜそうなったかはわかりませんでしたがサティラロはそのことを大して気には止めませんでしたところが9月26日の朝いつものように目覚めたサティラロは驚きました2年近くものか 彼を悩ませていた肺部痛が完全に消失していたのです。なぜ、大量の麻薬製剤の使用で抑えてきた痛みが消えたのか、初めは理解できませんでした。ワックスマンに電話し、君は、本当に、食事が痛みを止めた原因だと思うかねと聞くと、ワックスマンは、そう、食事ですよ。素晴らしい兆候だ。あなたは、 予想以上にしっかりやっている。一度、未知を串に会ってみませんか。と答えました。早速、サティラロは、未知を串に会うことを約束しました。サティラロは、未知を串に会う前に、彼の著書を23冊買い求めて通読してみましたが、よく理解できませんでした。その本には、非常にとっぴな主張が、 それを裏付ける科学的根拠のないまま書かれているように思われました。おもけにその考え方はどことなく神秘的な響きがありその教えは異質の伝統と世界観に由来するもののように見えました。10月6日サティラロはミチオクシに会うことができました。ミチオクシはサティラロを診察するとそんなに悪くありませんよ。 全て順調です。マクロビオティックの標準食でいいでしょう。ただし、魚はだめ。粉製品も一切だめ。果物、油も全部だめです。皮膚を傷める、化学繊維の衣類もいけません。全部、木綿にしてください。いいですね。そうすれば、多分、6ヶ月で全開しますよ。本当です。 症状はさほど深刻ではありませんよ。と、笑顔で自信ありげに言いました。この方のがんが治った例をご存知ですかとサティラロは聞きました。はい。たくさんのがん患者がマクロビオティックで元気になっています。がんばかりでなく、他のいろいろの病気でも同じです。あなたと同、需要に、あらゆる手を尽くしても治らないので。 私のとところに来るいいう人はたくさんいますマクロビオティックはそういう人たちの最後の拠り所です。何千人もの人がマクロビオティック的な生き方をすることによって以前よりも幸福で健康な生活を送っています。ミチオク氏は誠実な態度で答えました。サティラロははじめ 未知を櫛についてセールスマンのように早口でまくしたてる人物を想像していました。しかし、実際の道をくしは、自信に満ち誠実で、陰銀、丁寧すぎることでさえあったのです。その23日後に、サティラロは、ワックスマンの主催するマクロビオティック講座に出席しました。講座の初めは、スーという音を出しながら、 深呼吸気候法の一種をするように命じられましたサティラロは一瞬マクロビオティックは宗教団体ではないかと疑いましたマクロビオティックの哲学ではこの世の全てのものは陰陽のバランスの調和の上に成り立っており影と人は互いに引き合う性質を持っているというのですこの陰陽が引き合うことによって運動と変化が生まれ 全てのこの世の中のこ世中出来事が支配されている考えています。食物も飲用に分類でき陰性食品には薬物アルコール白砂糖牛乳などがありまた陽性食品には塩卵肉チーズなどがあるというのですがんは摂取した有害食品の余剰物が体の各所に蓄えられて発症すると考えます 陰性食品摂取の過剰から起こる癌もあれば、陽性食品摂取の過剰から起こる癌もあるが、どちらの方の癌でも、その治療は、体をバランスの取れた状態に戻すことが必要です。このためには、飲用のバランスが取れている完全穀類と、野菜を中心とした食生活をすれば、体が活力を回復すると結論するのです。こうなれば徐々に 余剰毒物蓄積のプロセスとは、逆の力が働き始めます。血液は毒性成分を組織に送る必要がなくなり、逆に毒性成分を体外に運び出すようになります。このようなプロセスを促進させるためには、体を積極的に動かす必要があります。毎日できるような、自分に合った運動を見つけて行う必要があります。こうすれば。 半年年かかららででで癌は抑制され組織から排除され、れ組織排除るであろううというのです。そこでサティラロは質問しました。ちゃんとマクロビオティックの教えに沿った食事をしていれば、それだけで体が癌を追い出すというわけですかするとワックスマンは答えて言いました。実際にはそれだけでは不十分です。 たくさんの要素が全体的とホリスティックに働くのです。食べ物の改善で、陰陽のバランスが取れた状態になり、体力がつきますが、病気を治すためには、運動や前向きの心の持ち方も非常に大切なのです。人間には、歯が32本ありますが、このうち、大丘歯・小丘歯・ギリバの28本は、動物性食品を噛むの適した形をしている。 剣士の4本が肉などの動物性食品を引き千切るのに適した形をしている。だから人間に適した食物割合は歯の割合と同じで植物性食品7に対して動物性食品1という割合が適しているのです。この現象を含めて総合的に考察した結果マクロビオティックでは。 エネルギーを作る食物と体組織を作る食物の比率を7対1と見ているのです炭水化物は体の中でエネルギーを作り出します一方タンパク質と脂質は体組織を作るために使われますしたがって最も体に合う食物は炭水化物7対タンパク質脂質1ということになります単独で この比率に近い食物は完全穀物特に玄米なのです。もちろん玄米だけを食べているというわけではありません。穀物を主食として季節の野菜、豆類、海藻、味噌などの発酵食品を補助の食品とすればいいのです。また完全穀物を食生活の中心を置けば世界の飢餓という問題も改善されます。肉食をしていると そのの動物物料に完全穀物が必要です西欧社会では穀物のかなりの部分が家畜の飼料として消費されていますがこれを人間の食料に回せばはるかに多くの人口を養うことが可能です。肉食中心の食生活を完全穀物と野菜中心の食生活に切り替えれば世界の飢餓の解決に大きく貢献できるでしょう。 マクロビオティックの講座を聞き終えたサイラロは自宅に帰る車の中で考えました。マクロビオティックの理論には全く科学的根拠がない。その理論は神秘的あるいは哲学的考察によって得られたものだ。マクロビオティックの人たちは直感と昔の賢者たちの慣習を指針にしているという。しかし私には直感とは 当てずっぽうということと変わりはないように思える。影と火、7対1の比率、穀物や野菜の治癒力、余剰物の排出という考え方は、確かに素晴らしい、私的な華麗さに満ちてはいるが、そんなことは、単なる幻覚や妄想の類ではないのかしかし、食生活を変えてから体調は良くなった。痛みも消えてしまった。体は、 軽く活力を感じるようになったもちろんこのことが食事療法の結果であると断定するには早すぎる。しかし今はとにかくこの食事療法を続けてみよう他に方法はないのだからサティラロは自分がマクロビオティックいう実験台のモルモットのように思えてきました。サティラロは熱心に マククロビオティックの食事療法を実行しましたしたかし困ったことに特殊な食事を持参して食べているため病院の同僚と一緒に食事をする機会がなくなってしまい病院という組織の中で孤立してだんだん親しく話す職員も減ってきたのです食事付きの行事にも参加しなくなったので社会的にも交際範囲が狭くなってしまいました 11月も半ばになるとサティラロの体調は前にも増して良くなってきましたそれまでの20年間サティラロは慢性下痢症に悩まされておりいろいろの薬を試していたのですが一向に効果がありませんでしたしかしマクロビオティックの食事療法を始めてからは次第に下痢の回数が目に見えて減ってきましたその上体力に余裕ができ 頭もはっききりしてきたのですサティラロとしてもマクロビオティックの食事療法が何らかの形で影響していると考えざる得なくなりましたそしてマクロビオティックの同僚たちと交際し議論を重ねるうちにマクロビオティックの主張している哲学的な理論が何となく理解できるような気がしてきました